大島県産5月14日から2021年5月29日は日本の外交官外務省経済協力局局長国際平和協力本部事務局長国際連合事務次長オーストラリア中察特命全権大使国際連合政府代表部特命全権大使国会東京電力福島原子力発電所事故調査委員会委員 原子力規制委員会委員などを歴任した。広島県広島市東区、牛田出身。1961年広島大、付属高校時代に AFS でアメリカ合衆国に1年間留学。1965年東京大学在学中、サンケースカラシップで英国留学。1967年東京大学法学部を中退し、4月外務省入省。 2012年10月24日、在務委員国際機関政府代表部、特命全権大使、小沢敏郎、国際原子力機関事務局長、天野幸也と、フランス語研修、在フランス大使館、在インド大使館、在オーストラリア大使館、在アメリカ大使館勤務などを経て、1990年、在アメリカ合衆国日本国大使館、講師、1993年8月、 国際協力事業団総務部長1995年8月、アジア局審議官、国際社会協力部長、1997年経済協力局長、人間の安全保障、科学技術協力、国連改革担当大使を務めた。1999年、総理府の特別の機関である、国際平和協力本部にて事務局長に就任し、日本としての平和維持。 人道支援プログラムの調整に当たった。2001年中旬、国際連合事務総長のコフィー・アナンにより、国連事務次長に任命され、その後、在オーストラリア特命全権大使を2003年9月から2004年12月までの間務めた。2004年11月、国連大使就任。日本のアンポリ上任理事国入りを目指し、ドイツなどとともにアンポリ拡大決議案を、 国連総会に提出したが、米国などの不支持で採決に至らず、廃案になった。2006年10月の北朝鮮核実験では、アンポリ制裁決議採択で各国との調整に当たった。2007年10月、国際協力機構副理事長就任。2011年9月、国際協力機構顧問。12月、国会福島原子力発電所事故。 調査委員会委員に就任。この間、広島大学特任教授や放射線被爆者、医療国際協力推進協議会理事も務めた。2012年9月19日から2014年まで、環境省の外局である、原子力規制委員会の委員を務めた。委員退任後も、一般財団法人外務政令会会,会長、一般社団法人アフリカ協会理事長、 広島大学学長特任補佐などを務めた。2021年5月29日0時20分、急性大動脈解離のため、東京都内の病院で死去。78歳没。広島市出身の大島は2歳の時、自宅で原爆に遭い母親を亡くし自身も被爆者である。そのため、チェルノブイリ原発事故の支援活動に熱心である。国連チェルノブイリ調整官として、 報告書、チェルノブイリ原発事故が人体に与えた影響、回復への戦略をまとめた。挫折を繰り返す、アンポリ改革を、まだ終わらぬと、アンポリ拡大決議案の採択を目指し新たな枠組みを模索したが2007年6月、国連大使を退任した。しかし人道調整担当の国連事務次長を務めた、経歴からアフリカの紛争地をよく知り、国連の中でも、 小型貞子、赤石やすしと並び知名度の高い日本人とも言われる PKO のトップなどに押す声もあった。外務省入賞同期には竹内幸男、高野紀元、阿南湖麗重、浅見誠、西村六前、渡辺明、山崎隆一郎、安倍智之など、ありがとうございます。